身長ビヨン医師学科学生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関する答えを配信していきたいと思います。身長と話した人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、で本日お話しさせていただくのは身長先生式成長ホルモン治療の費用について説明させていただきたいと思いますってことですね。正直ですね、身長先生式成長ホルモン治療はすごく高いですってことでチーンって感じなんですけども、すごく残念ですけどすごく高いです。その中でもですね、まあ、治療ね受けたいっていう人はすごく実はたくさんいるんですよね。ただし、受けられないっていう理由の一つとして一番大きい理由が正直言うと、副作用とかいろんなリスクだったりだとか、そういったところ皆さん気になる部分もあると思うんですけど、それ以上にやっぱりですね、費用が問題になってくることが多いのが事実になってきますので、今日は、ね、その費用についてお話しさせていただきたいと思いますね。そういった治療に検討されている方はぜひご覧ください。でまず最初に1点ねお伝えなんですけども、費用に関して言うと変動します、ある程度ですね。そこだけ十分ご注意ください。目安として我々の方で一応3ヶ月おきに価格を見直しているような形になります。というのもいわゆる仕入れの値段が変わってきたりするとそれだけ値段が変わってきたりしますので、そういう風にある程度値段が変わりますよということで、そこだけご理解ください。その中で急に値段が2倍になるとか3倍になるとかそういったことはないですので、変動したとしても 10% から、多くても 20% ぐらい変動かなと思います。そういった目線で、この動画を見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回ですね、4つの例で紹介していきたいと思いますね。6歳20キロの例、10歳35キロの例、そして12歳6ヶ月40キロの例、そして14歳60キロの例ですね。この4つの例についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひねご自身の年齢に近いものを抜粋してね見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。それはまず最初なんですけど、例えば6歳と6ヶ月で20キロだった場合にいくらかかるかっていうところを説明していきたいと思います。結論から言うと費用なんですけど、年間で265万円ぐらいかかるっていうところになりますので、まずそこをぜひ覚えておいてください。ただ全員が全員265万かかるというわけではなくて、成長ホルモンの費用も高容量であるか低容量であるか、この部分も変わってきます。例えば高容量だと265万だけども、低容量だとそれから50万ぐらい安くなります。だいたい200万ぐらいで治療できるような形になります。ただ少なくともですね、200万以上かかるんだなというところはぜひご理解いただくといいかなというふうに思います。次、10歳と3ヶ月の例で例えば35キロだった場合ですけども、この場合はですね、年間で430万円もかかってきますということで、6歳の時に受けると10歳の時で受けるともう200万円が差が出るとか、そこもぜひ皆さんご理解いただくといいと思います。ここまで成長ホルモンによってもですね、投与量によっても値段が変わってきます。成長ホルモンを積極的に入れていくと年間で480万円で、少なめの量で306万円ですので、そういうサプリメント量がね、お金が加わってきますので、合算すると430万円とか320万円とか、そういった風にご理解いただくといいんじゃないかなと思います。でここでなんですけど、あれ成長ホルモンってなんかいくつか種類があるなとか思った方もいらっしゃると思うので、そこも説明させてください。当院で今扱っている成長ホルモンは今のところ1種類になります。で一時期海外製の成長ホルモンも扱っていました。で海外製の成長ホルモンを扱ってた理由としては、そっちは値段が安かったからっていう理由なんですけども、現在そういったところの、円安の影響とかを受けて今海外製の成長ホルモンは値段が高くなってしまったので、扱っている成長ホルモンは1種類になります。ただしそれを高容量で入れるのか低容量で入れるのか、そこによって値段が変わってくるよというふうにご理解ください。結論から言うと高容量の方が治療効果高いです。ただしいわゆるですね、1万円あたりの獲得の身長のセンチメートルですね、1センチ獲得するのにいくらかかったとか、そういう表現でもいいと思うんだけど、そういった表現だと低容量の方が実はコスパが良かったってことも過去のデータから分かっています。ただできるだけ伸ばしてあれば高容量でやるべきだよと、そこもねバランスが難しいんですけど、そういったところもご理解いただくといいと思います。じゃちょっと話は戻ってですね、12歳までいきましょう。12歳6ヶ月で40キロだった場合ですね、なおかつなんですけど、今回です、例えばですね、早熟だった場合考えてみましょうということで、成長ホルモンは489万円に対して、それだしプリモボランっていうお薬とかサプリメントやったりするとプラスで60万円ぐらいかかってきます。トータルだと550万ぐらいですね、かかってくるっていうところになりますので、1年間で550万円ですよって説明になります。これ成長ホルモンの方投与量を落とせばなんですけど、大体400万円ぐらいで落ち着きますので、そこはどちらを選ぶかによって変わってくると思ってください。そして最後は14歳と60キロってところで、こちらの方にするとこちらも489万円とか、さっきと変わらないですね。40キロの時点でもうあんまり変わらなくなってくるってところですけども、こちらも大体年間で500万ぐらいかかるってところで、振り返って見てみるとなんですけど、一番良くても年間で200万円ぐらい、一番高いとやっぱ500万600万ぐらいするというのが成長ホルモンの治療の特徴になってくるかなというふうに思います。最低1年間はやっていただきたいんですけども、一応ですね、投与のデータもいずれ公開できると思うんですけど、やはりね2年ぐらいやることをお勧めします。2年ぐらいやるとしっかりとセンチメートルが変わってきますので、2年ぐらいやるとしっかりと効果があるかなってことで、実際的にはこれを2倍ぐらいですね費用がかかってくるってところも、この治療の難しいところになってきます。あとはですね、ちょっと細かいところで、その雑費っていうようなところで、採血のお金とか、レントゲンのお金だとか、そういったところも少しかかってきますので、この今お伝えした数字ですね、やっぱり 10% ぐらいの前後はね、あるかなというふうにご理解いただいて、実際のリアルの値段に関してはご受診いただいたときにお話しさせていただくといいかなというふうに思います。はい、ということで、ですね、今回ね成長ホルモンの費用について説明していきましたけど、参考になりましたでしょうかね。今後もですね、身長に関することで、全身全霊で、配信していきたいと思います。身長の話した人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。